はい皆さんこんにちは、えー、こちらの動画は、えー、東京工業大学地球生命コースのですね入試説明動画となっております、えー、対象者はですね2025年4月入学を希望する、まあ、現在主にですね学部4年生の学生たち向けの、えー、っと説明動画となっておりますこちらの説明動画の内容なんですけれども えっと左側のようにですね5つのパートで構成されていますまず最初にですねこの地球生命コースの母体となっております地球生命研究所の所長であるですね関根先生の方から簡単に挨拶をいただこうと思っていますで2つ目次ですね次はですね業務の担当の中村先生から地球生命コースの概要の説明をしていただきます 引き続き中村先生から地球生命コースのカリキュラムですねどういった授業があるのかという話をしていただこうと思っていますそして4つ目はですねこの地球生命コースを担当する教員たちがですねどのような研究をしているのかっていうのを一人一人ですね簡単に紹介してもらうことになっております で、最後に5つ目ですが、入試担当の私、源田からですね、この東京工業大学の地球生命コースに入るための入試についての概要を説明させていただきます。でこのような5つのパートからなっております。約1時間の動画となっております。 で右側は宣伝なんですけれども、この地球生命コースのオンライン入試説明会を4月の19日に行います。この動画を見ればですね、ほぼ、えっと、入試に関する情報は、まあ、一通りわ、えっと、かるんですけれども、まあ、各自ですね、疑問に思ったことだったりですね、もうちょっとこの辺詳しく聞いてみたいとか。 そういうことがあると思いますので、そのような方はですね、ぜひぜひこのオンライン入試説明会に参加していただければと思っています。事前の参加申し込みが必要ですので、こちらの QR コードから読み込んで、えっと、事前の申し込みをしていただけると、えー、大変助かりますと。 でこちらのオンライン入試説明会ではまず最初の30分ぐらい使ってですね皆様の質問に対してできる限り答えていこうと思っていますでその後残り30分ぐらいを使ってですねこの地球生命コースの を担当ししている教員たちも参加しますので,ブレ, Zoom のです、ね、ブレイクアウトルームを使ってです、ね、各研究室ごとの個別相談をしようと思っています。ですので,です、ねあの、この地球生命コース非常に興味を持ったという学生がいましたらぜひぜひこちらのオンライン入試説明会の方も参加していただければと思います。ということでまず本、えー、っと動画のです、ね、最初 のパートなんですけれども地球生命研究所の関根さんの方から挨拶をいただきたいと思います。関根さん、よろしくお願いします。えっと、皆さん、こんにちは。えー、地球、<laughs> 東光大のですね地球生命研究所の、えー、所長してます関根といいます、えっと。簡単に我々の研究所を皆、ね、さんに紹介したいと思います。 えーと我々の研究所はですねあの、歴史としてはそんなに長いわけではなくて10年ぐらいの歴史でしてでその10年の一番最初の段階ではですね、文部科学省の、まあ、肝入りで、えー、世界トップレベルの研究拠点をするその、まあ、研究拠点としてですね、選ばれてでそれ以降、まあ、ここに書いてあるようにですね、世界から目に見える、えー、世界 えー、一線のです、ね、研究者が、まあ、集まってくる研究所として、えー、設立して、まあ、今日まで至ってますで。ここに書いてあるようにですね、まあ、全国のいろんな大学に、えー、10を超えるような、まあ、この拠点があるわけなんですけれど、えー、地球科学、惑星科学そしてですね生物学生物科学というところがまあ中心になっている拠点でかつですね、えー、我々としてはこの地球と生命の起源というと いうところを一番の目標にしているわけですけれど、そういう拠点はですね全国の中でも我々だけです。で全国どころかです、ね、この生命の起源というところを中心に置いている研究所、それをですねミッションのゴールに置いている研究所というのは世界的にも我々だけで非常にユニークな研究所になっています。でここに書いてあるようにですね我々のミッションとしては地球の起源、生命の起源というものを明らかにすると。 でそのためにはです、ねまああの、融合研究と書いてありますが、天文物理から地球科学、そして化学、生物学に至るまで,です、ね、これらを融合する必要があるということで、まあ我々はこの分野の <laughs> 垣根を設けずに、この地球生命コースの中でも、地球科学、天文学から生物学までを一気に学べるようなコースを作り上げました。 でこういう中で,です、ね、地球と生命はいつどう生まれ、どう進化してきたのか、で宇宙に地球以外に生命っていうのはいるのかどうか、で我々のこの住んでる地球や、ね、人類の未来はどうなるのかといったことに、まあ、答えていくということです。 で前述べたように、すね、我々はその世界に見える研究拠点ということで、大体まあ30%から40%がまあ日本人でない研究者がまあいます、なので基本的には研究所の中の公、ね、用は英語、研究所の中のセミナーも全部英語ということになりますので、まあ、最初は大変かもしれませんが、英語に関しては非常に鍛えられるんじゃないかなと思っています。 まあここに書いてあるようなですね、惑星や星の成り立ち、期限、地球の起源から初期の地球や現在の地球に至るまでのこの環境の変化と、そこで起きる生命の発生、そして進化というのが我々のターゲットになっています。で、この我々、えー、地球生命研究所はですね、e、まあ、l c というふうに呼ばれていてで、研究所内でですね、えー、の中の研究に閉じずに、まあ、NASA や ESA、えーイーサー えー、JAXA、あるいはここに書いてあるようなです、ね、まあ、いろんな国内外の研究機関との、まあ、研究のハブになって、まあ、こういった宇宙探査とです、ねまあ、生物学、化け学みたいなものをつなぎながら、えー、宇宙における生命、地,地球生命の起源ということを、あのー、追い求めています。 で皆さんにはですね、ぜひこういう環境に触れていただいて、最大限ですね、自分の研究と興味の幅を広げて、1個の分野に閉じない研究、教育を受けてもらいたいなというふうに思っています以上です。 はい、えー、関根先生ありがとうございました、えー、続きましてですねこの二つ目と三つ目一緒にですね業務担当の中村先生からですね、えー、コース概要の説明と、えー、地球生命コースのカリキュラムについて説明をしていただこうと思います中村先生よろしくお願いしますはいこんにちは聞こえてますでしょうか大丈夫ですか大丈夫です地球生命コースの業務担当者中村です えーとですね、じゃあまずはじめにコースの全体概要について説明いたします。コースの全体概要ですけれども、先ほど所長からありましたように、この地球生命コースで,す、ね、では、えーと、地球の起源、また生命の起源というような根源的な問いに挑むことができる学生さんをこう育てていきたいというふうに思っています。る人材や さらに、まあ、環境や気候や水や資源など、今、地球規模での喫緊な課題がありますけれども、そういう複合課題に挑戦できる、まさにまあ現代社会がです、ね、長期的に望んでいるような人材を育て上げたいということが理念になります。でこの理念のもと、このコースはです、ね、大きくまあ5つの特徴があります。でその1つずつについてて説明していきます。 まずこのコースの特徴の1つ目は、修士課程と博士課程がですね、一貫の教育研究プログラムになるという点にあります。で修士課程の1年度から博士課程修了の間において、まあ、自立して生活できる程度の教育研究支援金をですね、給与として支給いたします。で最大で5年間の支給になりまして、月額は17万円程度となります。 さらに日本だけではなくて海外からも優秀な学生さんをリクルートします。で、まあ、修士と博士一貫のプログラムということなので、まあ、短期的な視野にとらわれず非常に長期的な視野で挑戦的な研究に挑むことができるということが特徴です。で、2つ目の特徴に移ります。2つ目の特徴は、 地球惑星科学、生物学、化学にまたがる学際的な研究が行えるということです。で地球や生命の起源、さらには地球外生命に関するような根源的な科学の問いに迫るときには、一つの学問では到底太刀打ちできません。ですので、まあ、こちらに一例を示していますけれども、さまざまな分野の専門家が地球生命構成にありますので、このいろんな専門家と共同しながらですね、 科学のすべての分野を総動員しながら、統合的に研究を進めていくというのも大きな特徴となっています。では3つ目に行きます。これは先ほど所長から説明があったことを重複しますけれども、子宮生命構成はまは世界トップレベルの研究環境を学生さんに提供することができます。<laughs> 先ほどありましたように世界トップレベル研究拠点プログラムによって地球生命研究所はできたわけですけれどもそこで、まあ、これまで確立してきた学際的そして国際的な環境で学生さんは日々学ぶことができます。当然、まあ、最先端の研究設備を利用できるということはそうなんですけれどもそれだけではなくて惑星地球惑星科学生物学 化学を牽引する教員と、ですね、これは非常に大事ですけれども、個別というよりは、一つのチームとなって、相互にみんなで意見交換などしながら、まあ、大きな課題に挑むということになります。で、このような研究所がですね、大岡山キャンパスの石川大地区にあるということになります。で4つ目の特徴は、国際的な研究環境での人材育成になります。 でメンバーは日本人と外国人がおよそ半数、半数ぐらいだとなっております。で、書内の公用語は英語。で、すべての講義は英語になりますし、就論発表、または博士論文発表も当然英語になります。で、外国人教員からの講義もあります。ですので、まあ、国内にいながら、まあ、国際的な環境をですね、日々体験することができるという特徴があります。で、まあ、言うまでもないと思いますけれども、 まあ現在企業や家庭内にかかわらず、英語でのコミュニケーション能力が非常に求められてきています。ですので、将来、ですね海外、国内にかかわらず、研究に関わる仕事を目指している方にはまあ最高な環境というと思います。で、最後に1つ目の特徴ですけれども、企業との連携による社会的課題の提案、解決能力の育成になります。 生命の起源や地球の起源、さらには地球外生命の探求という、本当に基礎科学の探求と同時にですね、環境、気候、水、資源等の地球規模での課題を解決できる現代社会が求めている人材を育成する。そのためにですね、収支過程の初年度から、環境やエネルギー、そして宇宙ビジネス等に関わる企業の方と連携して、演習やインターンを通してですね、 あの課題の設定の仕方やその解決の方法を学んでいきます。これを修士の1年生から行います。で、さらに、まあ、こういう講義を設けることによって、皆さんが博士号を取得した後のですね、キャリアパスに多様性を生み出せるんじゃないかというふうに考えています。で、以上がフォースの特徴5つになります。それでは、カリキュラムの説明に移ります。 地球生命コースの教員がこちらにいます。こちらの写真に示したとおりになりますで。地球生命コースは、ですね、地球惑星科学系と生命理工学系と、あと応用科学系にまたがる複合系コースになります。ですので、こちらにいる教員は、ですね、地球生命コースを主担当としながら、例えば地球惑星科学系、または生命理工学系、応用科学系の教員も担当しています。ですので、すの あの地球生命コースの学生さんはですね、それぞれの分野のです、ね、授業も取れますし、幅広く学ぶことができるというのが特徴になります。修士課程ではどういうことを期待されるかといいますと、当然皆さんあの、地球惑星科学、生物学、科学のそれぞれの専門を学んでいただきます。学ぶだけででなくて、まあ、これまで まあこの分野ごとに分断されている、まあ、知識とかあるんですけどもそういう分野ごとに分断されたものをですね異なる空間異なる時間スケールを融合して理解できる力俯瞰的に見る力を養っていただきますそれてあとは地球規模、まあ、生命起源などに関する複合問題非常に難しいですけどもこういうのに取り組むことができる力を身につけてもらいます で3つ目として、まあ、あと国際的にリーダーシップを発揮するためのコミュニケーション能力を養う講義も設けております。非常に簡単ですけれども、どういうコースが特徴としてあるかという点について説明いたします。で科学、生物、地球惑星、皆さんの専門分野に関わらず、すべて受けていただくことになります。例えば、科学の授業も受けますし、生物の授業も受けると。で地球惑星の授業も 修士の1年2年を通ししててて専門科目として受けていただきますこれによって自分の専門以外の分野に関しても知識を深めることができるというカリキュラになっています。あとはこの地球,惑星あ地球生命科学コース以外のです、ね、コースからも、えー、と授業を取ることができます。あと特徴的な講義としてはこちらに2つありまして、1つ目は 先ほど述べましたけれども、企業からです、ね、講師の先生をお呼びして、様またまなこう課題設定の仕方、また解決の仕方、またディスカッションの仕方を学ぶという、ですね、いう授業があります。もう一つ目は、外国人講師によるあの専門科目になりまして、グローバルな視点から科学者として、えっとまあ、一般の方とのコミュニケーションをするためのスキルを磨くとか、 あとは学会を主催するイベントを主催するときに必要となる基本的な知識、あとは基礎学力をですね学んでいただくという講義があります。で、最後ですけども、博士課程においては、当然ですけども、修士で学んだことを基礎としながら、世界最高レベルの研究を実施して、まあ、科学のフロンティアをですね自ら開拓できるような力を養ってもらいます。そして、まあ、グローバルに活躍するために必要なリーダーシップも学んでいただくということになります。 でこれがです、ね、あの私からの説明となります、はい、中村先生ありがとうございました、えー、続きましてですね各研究室の活動内容をですね全員の先生に、えっと、紹介していただこうとその前にですね我々あの地球生命研究所にはですね8名の主任研究者がいます 我々 PI と呼んでいるんですけれどもこちらの左側の先生たちですねに加えてですね8名の準守人研究者アソシエイト PI ということで API の方々がいますで、えっと、LC コースを受験して、えっとま、指導教員を指定して受験するんですけれどもその際、えっと、指導教員になることができるのは左側の PI のみとなっております一方でですね この地球生命コースの学生にはですねさまざまな研究者と共同研究をしてもらうことを推奨していますのでその際に API の先生方と一緒に 共同研究するということもあの結構ありうると思うんですね。ですので今回えっと各研究室の活動内容の紹介に関してましては左側のえっと PI の先生方だけじゃなく右側の準主任研究者のえっと、P、API の方々からも簡単に紹介をしてもらうことになって おりますあと1点ですねえっと PI の井田先生はですねもうすぐ退官されるということで今年度学生は受け入れませんということは一つ注意しておいてくださいということで各研究室の、えっと、紹介なんですけれどもまずは関根先生の方からよろしくお願いしますえっと私の研究室ではですねあのまあ主にこの宇宙に,は宇宙には生命を育むような星を はあるるのかといいうような疑問に、まあ、挑戦すすような研究を、まあ、しています、えー、と地球のお隣の火星ではですね、ここにある,あるような川の跡やです、ね、あの湖の上の、まあ、泥の堆積物みたいなものが見つかっていて、まあ、現在でもです、ね、あの探査車、車が走り回って、昔の湖だった泥を、まあ、採取して、その中の有機物や当時の環境を復元するという、まあ、そういった探査が、まあ、今日もです、ね、行われています。 で太陽系の外に目を移すとです、ねえー、氷でできた天体、氷衛星たちが存在しています。でこういった天体は氷が表面で覆われているんですが、その内部はです、ね、あの地熱で温まって、大きな海があるというふうに知られています。 で探査機はその内部の海から噴き出す海水をですね、えー、その場でまあ採取して、えー、現実のですね、地球外の海水の化学組成を明らかにしてで、その海の中がですね、生命にとってまあ適した環境であるのかというようなことが、えー、日夜調べられています。我々の研究室はですね、こういった探査のデータと、探査 チームとです、ね、協力して室内実験や数値モデルを行って、えー、これらの天体の内部の化学反応や、えー、生命の生存可能性というところを明らかにしています。例えば、これはです、ね、先ほど海から噴き出される、えー、ところの,あの実験ですとか、あるいは数値シュミュレーションや、うん、気候モデルみたいなものも使っていますし、あるいは有機合成みたいなものも、えー、合成生物学の研究室と一緒に行っています。 あるいは地球上でもです、ね、似たような環境というのが、えー、いろんな砂漠の地域やです、ね、これはマイナス30度のような局、えー、域なんかにありまして、でこういうところの、まあ、調査というのも、えー、行っています。 えーと探査から実験、まあ、そしてモデルから調査といった形で,です、ね、まあ、手法的にはあのその学生さんのです、ねえー、やりたい手法を中心に、あの適した手法を中心に、えー、自分のオリジナルの研究をやると、特に私の研究室ではです、ね、その惑星×生命というところを、えーまあ、主にです、ね、大きな売りにしています。 例えば火星と生命探査であるとか、先ほどお見せしたような氷天体と、あとはどういう生命がありうるのかみたいなようなことを、惑星もたくさんあるし、生命のテーマもたくさんあるので、この両方の掛け算を考えると、ですね可能性としては大きく無限大であると、皆さんもぜひこういうところに飛び込んでもらえたらというふうに思っていますす以上ですはい、ありがとうございます。 えっと、次は私ですね、源田、えっと、研究室の紹介をさせていただきます。えっと、源田といいます、この右上の、えっと、ようなおじさんがしゃべっています。私の興味はですね、太陽系の中の天体、まあ、いろんな種類の天体があるんですけども、まあ、惑星もそうですし、衛星もそうですし、そういった天体、さまざ、あ、まな特徴があ,あります。 その特徴がいかにして作られたのかっていうのを知りたくて、えっと、ずっと研究をしております。例えばですね、我々の住んでいる地球には海があって、すぐお隣の同じような大きさの金星には海がなくてですね、到底生物が誕生することが難しい環境なんですけど、その違いがどうやって生まれたのかとかですね、あと地球には大きなお月さんが1個あるんですけれど。 えっと、火星にはですね大月さんがちっちゃいのが2個あったりとか結構バラバラなんですね。でそういう特徴が、えっと、どうやってできたのかっていうのをですね、えっと、知りたくて、えっと、研究をしてます。なので、えっと、思いつく疑問っていうのは非常に小学生がですね思いつくような疑問を大人になってもやってるということです。でこういった個々のですね天体の特徴を明らかにすることによって、まあ、我々が住んでいる地球のですね 普遍性とか特殊性を理解して、まあ、最終的にはですね、なぜこの地球上に生命,を生命が誕生して進化したのかっていうのを解明したいと思っています。まあ、つまりですね、えっと、こういう研究を通じてですね、生命誕生、進化に必要な条件というのはどういうものだったのか、でその条件というのがどういう場合に成立するのかっていうのを解明、えっと、しようとしておりますで。私の研究室では主にですね、えっとえっと、数値計算。 コンンピュューータシミュレーシミレョをを主に使ってて、えっと、研究をしています私はあの数値実験と呼んでるんですけどもあの、まあ、実験できるものは実験あのし,した方がいいと基本的には思ってるんですがなかなか実験するのが難しい場合とかがありますでそういう場合あの、えっと、こういったあのコンピュータシミュレーションが非常に強力なえツールになるのでそういうのを使って研究しています まあ、例えばですね、えっと、惑星を作るときにです、ね、こういった天体同士の衝突っていうのが頻繁に起こったっていうふうに言われてるんですけど、なかなかこれを実験室でですね惑星同士ぶつけるっていうことが難しいので、えっと、計算機の中でですねぶつけるっていう実験をしますで。そうするとどういうことが分かるかっていうと、例えばこれはですね、えっと、火星と火星ぐらいの大きさをぶつけると、えっと、非常に温度が高くなって。 この場合だと4000ケルビンぐらいまで温度が上がるんですけど、岩石がどろどろと溶けると。つまり、こういった惑星が形成された直後というのは非常に温度が高温で、岩石がどろどろに溶けている状態が達成されると。で、それが冷えていって、まあ、地球だったら海が形成されて、まあ、そこで生命が誕生するということになります。なので、えっとまあ、物理法則、化学法則を使ってですね、コンピューターの中で数値実験をすると。 そうすると何かしら答えが出てきたりするんですけれど、その答えが本当に正しいかどうかというのはですね、観測だったり、えっと、別の実験だったり、あとは、えっと、探査ですね、そういったデータが非常に重要になってきます。でここ、まあ、7年ぐらいですね、えっと、主に日本が主導する探査ですね、はやぶさ2とか、その後の探査計画ですね、火星生サンプルリターン、MMX とかにど、えっと、っぷりと、あの 足を入れていて、まあ、そういった共同研究とか、えっと、ワクスあの惑星探査のです、ね、立案とか、そういうところにも関わって研究しています。YouTube でゲンダーとかやって検索すると、なんかちょっと怪しげなですね、ム、えービーとかあるので、えっと、時間があったら見てくださいということで、えっと、現在、学生絶賛募集中ということなので、興味がある方は、えっと、私にコンタクト ししてていいいいいいいただければいろいろととと楽しい話ががでできるんじゃないかなか思っまますすす以上ですありがとうございます OK, next, j o h n are you ready to make、uh, some p r e s e n t a t i o n So, my、uh, research group is interested in how、uh, planets evolve and how they're shaped by dynamical processes that happen、uh, through the entire planet. And this includes processes from the center, including uh, the cores of planets, how magnetic fields are generated, to mantle convection in the rocky parts of the planets, plate tectonics, volcanism, as well as the evolution of the surface environment. So what we're trying to do is look at planets and uh, have a deeper view of the interior uh, to understand how these planets are working uh, how they're exchanging matter throughout the, the entire uh, system and it's a very much a, a system science approach that involves the the entire planet from the, the center to the uh, surface environment um, to do this we use models and uh, in my group we use both forward and inverse models so forward models are uh, simulations so we will simulate Mental convection and uh, plate tectonics and, and uh, things like that using computers, uh, similar to what uh, Genda San's group does. And, uh, but we'll also do inverse models where we'll collect data such as seismological data, gravity, or geomagnetic data. And we'll uh, also use models to invert for the properties of the interior of the planet. And our goal is to understand how the planets behave as a complex system uh, from their formation to uh, through history, and how this couples then with the biosphere, the emergence of the biosphere, which is a part of the geological system in, in our view. So that's uh, all for my... <laughs> 我々の研究室と最も大きな研究課題は、地球とはどんな惑星だろうというものです。地球は唯一生命が確認された惑星であり、その特殊性と普遍性を理解することは、地球惑星科学分野に留まらず、生物学から天文分野までにわたる重要な課題の一つとなっています。我々の研究室では、その地球に対して非公式ステップ学を用いて、地球の地球たる条件や、地球のような惑星、 ハビタブル惑星の環境がどのようなものになるかを理論的に研究しています。気候システムは大気、海洋、大陸氷床などのサブシステムと呼ばれる要素の総合作用によって働き、惑星全体の気候を決めています。我々の研究テーマは多岐にわたっていますが、テーマはアザーアースです。 異なる地球を理解することで地球の条件、そしてハビタブルアクチンの条件を理論的に制約したいと考えています。我々の研究チームは階層的に数値計算モデルを用いて気候システムを構成するサブシステムの役割を明らかにしています。例えば3次元対海洋結合モデルをスーパーコンピューター富岳やジャムステックのアー t シミュレーター4で計算して異なる地球の 気候をシミュレーションしています。研究対象は、近年多く検出されている経外惑星や、太陽系の惑星衛星たちの気候、加えて、地球古気候のスノーボールイベントや大量絶滅など、広く展開しています。各トピッ,ック、それぞれまだまだ見返る点も多くかり、その時、その場の気候を理解するというのが重要なポイントとなっています。ハビタブルラボで皆さんの質問やコメントをお待ちしています。 ありがとうございいままししたははい、皆さんこんこにちは改めましてあの,地球生命研究所の中村隆平ですえ私の方の方興味は、まあ、生命の起源にはもちろんあるんですけども生命の起源にどうやって迫るかという時きに、まあ、エネルギーの流れを見ながらこの類似点を探していこうというような研究をしています。と言いますのは、まあ、皆さんの体の中には当然もう細胞がありまして 細胞の膜で区切られたところでさまざまなエネルギー変換が起こっていますね。例えば電子が動いたり、まあ、イオンが動いたり、また、あ、それが化学反応とこう連動することによって細胞としてまあ生きていくわけですで。これは生命がどれだけ進化しても基本的には同じ仕組みを使っているというふうに言われています。 膜を介した電子とイオンの輸送サーキットであるるとという,ふうに見ることもでできますではこういうような、まあ、生命が普遍的に持っているエネルギー変換システムがどうやってできたんだろうということを考えています。一つの環境としては、まあ、熱水不日光がありますけれどもこういう完全に無機物から出てるできてる環境においても、まあ、同様なことが起こってるんじゃないかとかすなわちこの左側の図と無機物と。 環環境境と生命環境にどこに類似点があるのかということを、電子の流れやイオンの流れを見ることによって、その類似点を探していこうと、そうすることによって、生命がどうやって無機物から生まれたのかということに挑戦しているというのが、私たちの研究室になります。はいまあ、繰り返しになりますけれども、まあ、生命の機能というのが無機物、まあ、鉱物とかですね、どのぐらい備わっているのかと。でそれを えっと明らかにしていくために、例えば我々の研究室では実際に鉱物をです、ね、いろんな環境から採取してきまして、それを物理科学的な観点や構造科学的な観点、またはケミストリーの観点からどんどんこう解析をしていきます。そうしますと、見た目も全然違う生物と鉱物なんですけども、そこには類似点があるということが見えてくるとか、あとはまあそういうのを踏まえた上で、じゃあ実際に。 こういうエネルギー変換が職場反応を駆動して生物を作るに必要な生態分子が生まれてくるのかどうかということを実験室でこう調べていくというような、まあ、ケミストリーを中心とした研究も進めております。まあ、このような無機物と生命の違いと類似点に興味のある方は是非、ね、私にコンタクトいただければと思います。はい、以上です Hello everyone. This everyone Yamee Lee、I、started my is I at LCE since this April. Here are my research interests. Regarding origin of life, we want to understand how were life speeding blocks generated and distributed in our solar system bodies. And for this purpose, we are specifically working on the mineral catalysis as a way to understand how the life speeding blocks were synthesized efficiently. And also we have been applying a new reaction mechanism that is electrochemistry in geochemical and cosmochemical context. As a way to understand the reaction mechanisms that may have shaped the chemical evolution of solar system bodies. Uh, as for the origin of life on the early Earth through the chemical evolution, we have uh, tried to understand how and where life's building blocks can be generated on the early Earth, and what is the relevance between the geocatalyst and biocatalyst in terms of the Catalyzing the synthesis of life speeding blocks, and also I think some of you may know that uh, actually life speeding blocks are widely distributed in our solar system, uh, such as um, the meteorites, comets, and asteroids. They all contain amino acids. And now the questions are: What are the mechanisms of synthesis and breakdown of life speeding blocks in these outer solar system bodies? And what is the relevance between uh, the cosmochemistry uh, to the origin of life. For studying this uh, project, we have taken uh, multiple approaches. First, we establish a geochemical model based on geological constraints, and then we are using integrated methods and spectroscopic methods to try to understand the reaction mechanisms and in the future, we will also try to study the natural samples as the target to get kinetic information, uh, which can be combined with the physical modeling. we have several collaborations within lse and outside of LC, and these researchers are coming from different disciplines. and i'm currently working with uh, my technician, yuko nakano, who supported my experiments and you are very welcome for a discussion and joining our group. If you have interest in any of these research topic, please uh, contact me by this email. Hi, my name is Harrison Smith. I'm a specially appointed associate professor here at LC. Um, my research themes revolve around the origin, evolution, organization and detectability of life. So, the key questions that kind of come from that have to do with how to distinguish living and non living systems. For example, you can represent living, non living systems, chemistry, and biochemistry using networks and ask questions about how those networks look topologically and scale over time. How do you look for life outside of Earth? So, these have to do with questions of what are the best techniques to look for life outside of Earth in a reliable fashion i'm going to to the previous question because you can ask questions about how hard is it to distinguish planets which have biospheres and planets which don't have biospheres and then what was the evolutionary trajectory of the biosphere um, and biochemistry overall and what constraints guided that evolution so i'm investigating this by looking at kind of the history of, of reactions and metabolism and how those change over time um, a little bit about me as an aside, I have a BS in physics and astrophysics from the University of Michigan, did some cosmology research, brief stint as a, an engineer at NASA, um, did my PhD in astrobiology with Sarah Walker at ASU, and then I joined ELSI as a research scientist, and I started as a specially appointed associate professor this year. Um, I'm also affiliated scientist at Blue Marble. So the kind of methodologies and techniques that I use are all computational. Having to do with bioinformatics, for example, pulling uh, information from these biochemical databases online, um, layering on things like thermodynamics, uh, applying complex system science approaches, so network analyses, information theory, Bayesian probability theory, agent based modeling, etc., cetera, um, representing things as networks or doing again things like agent based modeling. And these can be static or dynamic approaches, so we can talk about doing kind of topological. Um, and scaling techniques, but we can also talk about running simulations and looking at time series. Um, so, with that, my brief uh, introduction is over, and I ask what interests you. So, if you've read any papers, found them interesting, had thought experiments or research ideas that were provoked by those papers, um, please feel free to let me know if you're interested in, in collaborating. Um, the kind of skills that I use and that you would learn and develop here are related to programming, data analysis, and statistics. And again, thanks a lot, and reach out by email if you have any questions about working together with the program. Hi, I'm Sean McClain, one of the professors at ELSI of Tokyo Tech. Thanks for coming to the video link today to learn about the laboratory. At ELSI, the PIs are all interested in understanding how do planets make life? So this is a really diverse area of research, and in my own laboratory, we're focusing on these three questions that I've listed here. How, does, how did life begin? What, are the his, what is the history of life on Earth? And what are the limits of life on Earth? We can also think about these questions in the context of other planets, which is also fun for us to do. In the group, uh, we research microbial diversity, we study the evolution of microbes and the evolution of proteins in their genomes, and we also employ techniques. Uh, from single cell physiology, so we use a technique called nanosims to study the incorporation of nutrients into the individual cells. Here we can see a consortia of archaea and bacteria, where a isotope labeling experiment was conducted. You could find out which cells are eating the most from natural environments. We also perform chemistry experiments in the laboratory. Here is a picture of a thioacetate molecule, potentially a prebiotic. The relevant molecule being converted into a thioester one of the fundamental molecules that we find in metabolism today we're interested in how these molecules like thioesters and also other esters with a high group transfer potential could be uh, the driving force for polymerization to form molecules like the short peptide short shown here we also study enzyme evolution using bioinformatics approaches and also, biochemistry experiments, where we purify proteins and study them in the laboratory. We focus on enzymes, uh, metalloenzymes, and also uh, have an area of research where we're investigating enzyme specific isotope effects, where the goal is to link uh, enzyme evolution, our knowledge of enzyme evolution, to the sedimentary rock record using, uh, uh, by linking enzyme isotope effects with molecular phylogeny on this slide here i've listed some of the key papers um, that i've been involved in over the year that illustrate uh, my current and kind of long-standing interests and i'd like to point them out to you and in hopes that we might be able to brainstorm together about uh, interesting possibilities uh, for your uh, phd and master's course research feel free to contact me and if you do i'd like uh, to know what do you think is the most interesting paper you've read recently why, why was it important what might be next and from my own publications not only these ones listed here which ones have you read and why i'm also curious to know about which tools and techniques you're interested in learning and i welcome your uh, contact so please feel free to get in touch thanks for your interest i'm liam longo a specially appointed associate professor here at elsi in my group, we are interested in the evolution of biological complexity, and we take inspiration from a quote by Darwin From so simple a beginning, endless forms, most beautiful and most wonderful, have been and are being evolved. To uncover these simple origins and their connection to life today, we use a combination of experimental and computational approaches. Here are some selected publications from the last couple years. Because time is short, I will introduce you to two key questions that my lab is working on to give you a sense of the type of research that we do. In the first project, my group tries to understand how ancient geochemistry gave way to modern biochemistry. What I am showing you here is a computational approach that explores the evolution of biochemistry. In this trajectory, the reaction network is being built out step by step as new compounds are being discovered. Approaches like this can help us understand where forgotten or missing biochemical reactions may be hiding. I've been captivated by protein structure since I was a graduate student. In my lab, we try to understand where complex molecular structures, like the one shown here, came from. To our surprise, we found that structures like these may have come from ancient peptides that form tiny droplets when mixed with RNA. This work reveals unexpected transitions in protein evolution. Finally, I'd like to tell you what skills you can learn in the Longo lab. Content wise, we integrate biophysics, biochemistry, and bioinformatics. In addition, we put a very strong emphasis on effective writing and communication. There are several open projects in my lab, so if questions like these sound interesting to you, please stop by my breakout room and we can discuss more. Bye, everyone. LC の PI の藤島です。私の研究室では、生命の機能性分子がどこから来たのかということに興味を持って研究を行っています。ご存知の通り、地球上の生命というのは、DNA だったり RNA と呼ばれる核酸からなる高分子、そしてタンパク質と呼ばれるアミノ酸からなる高分子を利用して、遺伝情報の格納であったり、あるいは生体内のさまざまな化学反応を触媒しています。 これらの高分子が地球以外の天体でも生じうるのかどうかという問題は生命の起源と密接に関わっており、私の興味の中心となっています。そこで私の研究室では合成生物学的な手法を利用して、過去の地球あるいは地球外であり得た高分子を実際に作ってその機能を調べています。具体的にはメッセンジャー RNA ディスプレイ法というものを用いて、 こちらは RNA とその RNA にコードされているタンパク質を物理的にリンクしたものなんですけれども、こういったものを作成することによって、一度に10の12乗種類のタンパク質配列というものを合成し、その中から特定の機能を持つものを選抜することが可能となります。我々は特に RNA に結合する資源的なタンパク質配列に興味を持っており、 実際にそのような配列の取得に成功しています。また同時に、こちらに示すような化学進化実験というものも行っています。こちらは機械と耐圧リアクターを使って、深海での温度サイクルによる化学反応を模擬しています。ここでは特に拡散の合成に注目して、 拡散の全球体がリン酸化されるような反応が深海環境で進むのかどうかといったことを試験しています。これらの実験によって得られた有機化合物は、ヘルシにある様々な分析装置を駆使して分析されています。高分子の起源,の起源と深海に迫るような新しいデータを日々取得していますので、こういった分析に興味がある方もぜひご連絡ください。 私たちの研究グループは、こちらの写真にありますように、国内外の学生さん、そしてスタッフに支えられています。また同時に、海外の共同研究者も多数おりますので、非常にインターナショナルで、まあ、垣根を、まあ、文化的な、あるいは国の垣根を超えた研究を展開しています。興味がある方は、左下の URL にアクセスください。 Hi everyone. So my name is Tony Ja. Uh, I'm an API at LC. I became one in uh, April, like some of the other APIs here. And before that, I was a lab manager of the chemistry unit. And I actually came to LC in 2017. Uh, before that, I studied completely in the U.S. And so here at elsi we're interested in a lot of different questions related to primitive chemistries and how these primitive chemistries could have assembled into something you know relevant or functional that could have supported the origin of life and so some of the questions that we're interested in uh, are shown up here and one of the most interesting questions that we are working on is you know there are many different ways that biomolecules could have uh, emerged on early earth for example through extraterrestrial means through mineral surface interactions through hydrothermal vents at the same time a large number of non-biomolecules if you will also um, could have emerged and so what might be interesting is that perhaps these non-biomolecules could have you know assembled into something relevant for the origin of life by themselves or in um, com combination with various biomolecules so to that end there are a number of different topics that we study including but not limited to for example um, you know polyester synthesis through dehydration rehydration kind of pure prebiotic chemistry um, membraneless protocell assembly kind of studying chirality and effects on primitive polymerization and other you know membraneless self-assembled structures like you know dna liquid crystal coacervates uh, next slide please and so, just uh, as a little flavor of the different things we work on here, are some of our recent publications, which include, you know, some prebiotic chemistry, some um, more biophysics-related work. And so, uh, if you're interested, please take a look at those. And we also work with a lot of different um, researchers both within japan within asia uh, and other countries europe and north america too so if you're interested in studying you know pre chemistry if you're interested in studying how primitive chemistries could assemble into um, primitive uh, compartments or other self-assembled structures uh, please come and uh, we, we can chat a little bit later thanks a lot えっと、ボトムアップシンセティックバイオロジーって日本語でいうと、まあ、構成生物学って言ってますけど、まあ、生命システムを部品から実験して作ることで生命の成り立ちを理解するっていうことを目指して実験をやっています。今こんなメンバーであの楽しくやっているところです。あれ <laughs> はいでえっと、そもそも何でこんなことをやっているかというのをちょっと背景説明したいんですけど、まあ、今の細胞がまあこうやったとても複雑な構造をしているということは皆さん知っていると思うんですけど、まあ、いきなり最初からこんなわけはなくて。 でまあ、あの非常に単純な分子から、まあ、いろんな化学進化、生命進化、分子進化、まあ、他の先生がおっしゃったようないろんな進化を経て、まあ、現在の細胞になったというふうに、えっと、考えられています。でえっと、もしです、ね、このの生命の、えっと 進化の過程っていうのを実験室で再現することができたら、まあ、それはまあ生命誕生の可能な密つ星の一つになるっていうふうにえっと考えられています。で、このまあ大きな流れの中で、えっと、我々の研究室では特にえっと生体分子なり、まあ、もう少し大きなマクロモレキュールですね。 を集めて、まあ、原子細胞、まあ、人工細胞を作ろうと、生きている細胞を作ろうじゃないかということを目指して、えっと、実験をやっています。でもう少し具体的に、えっと、やっていることを言うと、まあ、主に生体分子、あるいは有機分子もいろいろ使っているんですけれども、えっと細胞まあ、現在の細胞を構成しているような部品を元に、えー、今、人工細胞というのを作っています。でえっと、これ、どういったものを言っているかというと、 えっとまず一つ、区画があるっていうこと、それから、まあ、転写翻訳っていう、まあ、セントラルドグマを有しています。でただ、まだ今のところ、うん、と自律的に複製するっていうようなシステムを作るというところまでは到達できていません。で、こういった研究をすることで、まあ、何が面白いと思っているかっていうと、まずなんか部品から生きてる細胞を作れたら純粋にすごいじゃないかと。 思うわけで、えー、もう本当に純粋に本当にすごいと思うんですけどこういったことができたらいいなと思っています。で、またあのその過程でですね あの作るっていう過程でどういったことが生命の起源生命が生まれる過程で起こったのかだろうかっていうことに迫れると思っていますしまた生命システムの普遍的な性質の理解にもつながると思っていますでさらに、まあ、先ほどっさいろんな先生から話があったんですけどいろんな分野の融合研究が必要になるので、まあ、新しい技術開発というものにもつながるというふうに考えていますで こういったで一つあの例をあの言いますけれども、今、具体的にはこういったまあリポソームっていう脂質二重膜の中で、膜タンパク質を人工的に合成するっていう分子システムをこれ作っています。でこれ、顕微鏡写真、こんなふうなもの載ってるんですけど、例えば膜タンパク質の 機能に依存して進化するような人工細胞を作ったり、あるいは、まあ、通信可能な多細胞化した人工細胞を作ったりしています。でこういったふうに、まあ、いろいろな部品を組み合わせて、なんか面白いものを作って、えっと、いろいろ分かっていこうよということなので、まあ、ぜひ、えっと、我々と一緒に、まあ、大いにです、ね、空想を膨らまして、まあ、面白いものを作りませんかと。 いうことで、こういった研究に興味があることは、ぜひ声かけていただければと思います。以上になります。皆さん、こんにちは、エル LC の API の寺坂です。私たちの研究室は、去年の6月にスタートした新しい研究室になります。メンバーとしては、私と、あと博士研究員の田島博士がおります。また、今年の秋には、博士課程の学生が入る予定になっています。 私たちの研究室の興味としてはどのようにして、えっと、機能性の分子または生命が地球上に誕生したかその進化の過程に興味がありますまたそのような進化のシステムを模倣することによって現存せ世界に、えっと、存在するような自然界の分子の機能を超えるような高機能な、えっと、人工の分子を作,られるの作れるのではないかという興味があります このような疑問点に答えるために、私たちは、ダイレクテッドエボリューション、分子進化という手法に着目しています。その分子進化を使って合成生物学、そしてバイオテクノロジーの手法を組み合わせることによって、様々な研究を進めています。研究のトピックとしては大きく3つに分かれています。1つが人工細胞で、特にオルガネラ、液液相分離という現象に興味を持っています。 この液液層分離の機能を使って人工的なオルガネラを作ることを目標にしています。また二つ目は、原子、タンパク質翻訳系の再現という興味になります。触媒活性を持つような RNA、リボザイも人工的に作ることによって、原子生命が持っていたようなタンパク質翻訳系の再現を目指しています。また三つ目が、人工ウイルス、原子ウイルスの再現研究になります。先ほど説明した実験室内分子進化によって、 えっと、ウイルスではないタンパク質からウイルスのように RNA を内包するようなタンパク質カプセルの創生に成功しています。この進化の過程を解析することによって、どのようにウイルスが、そしてウイルスと生物が進化してきたのかというのを、えー、再現しようと試みています。えー、研究に興味のある方は、ぜひこの後、えー、ディスカッション、えー、お願いいたします。以上になります。Hello,、uh, my name is Nathaniel Virgo. I do mostly theoretical research on the origin of life and related subjects. Uh, and I believe that uh, theory can help us answer some of the most fundamental questions in our field. Some of the questions I'm most interested in are how did we get from chemistry to biology? Uh, how did evolution itself evolve? And what does it mean for something to be an agent? What does it mean for something to be trying to reach towards a goal? Uh, and I like to answer these questions uh, through the techniques including. Um, computer programming simulation of things that are not alive but maybe have some of the properties of life uh, and of course mathematics and tech and physics and so if you think you might be interested in questions such as uh, how can chemical systems self-organize over time into something a bit more like biology or how can we use simple models to understand fundamental questions about evolution or the origin of life or even how can we use these ideas to come up with novel machine learning algorithms? Or perhaps if you're just interested in learning more about mathematical techniques such as information theory, Bayesian probability theory, or category theory that we use to think about agency, uh, then feel free to, to drop in and say hello. Hi, Konnichiwa. Hatakiyama is the Hatakiyama the one this えっと我々の研究室では理論生物物理学やシステム生物学と呼ばれる分野を主に研究しています。で、どういうことをやるか、えっとなんでじゃ生物学を研究するのに理論が必要なのかというと、生命システムの普遍的な性質を記述するのにまあどうしても理論が必要になってくるからです。で、今言っている普遍的な性質というのは、まあすべての生命生物に共通する性質です。 で全ての生物というのは、まあ、我々人間を含むだ人間だけでなく、まあ、カビやバクテリア、まあ、植物なんかも含む現存の生物を含むわけですけれどもただそれだけではなくて、まあ、生命の起源の、まあ、すごい原始的な生物やあるいは今後見つかるであろう地球外生物も含まれます。でえっと これらの生物を直接使って実験するというのは、まあ、見つかってないものを使って実験するというのはなかなか難しいわけですね。そこで理論によって生命は絶対にこういう性質を満たさなくちゃいけないということが分かると、まあ、そういう生き物を直接調べなくても全ての生物の共通する性質というのがまあ記述できるわけです。でこれで我我々々は現存の生物がまあ我々、まあ 進化というのはある意味偶然の産物も多く含むわけですけれどもどこまでが偶然なのか我々が使っている物質の基盤は偶然なんじゃないかとである可能性もあるのでまあそのたまたま使っている物質に縛られない生命の理解を目指していますで、えっと、もちろん理論の研究室なので数学や物理学情報科学などは必須なんですけれども生物学や地学出身の方でも えっと研究は可能です。理論生物学の基礎について知りたければ、まあ、詳しくは最近我々が出したこのシステム生物学入門という教科書を読んでみてください。どうもありがとうございます。はい、教員の皆様ありがとうございました。またこちらの動画をあの見ているあの学生の方々お疲れ様でしたということで。 えー、本動画の最後のですね、えー、パート、えー、と入試について、えー、入試担当の私の方から、まあ、その概要を説明させていただきます、えー、入試について地球生命コース履修方法の概要と紹介です えっと、あくまでも概要だったりですね、エッセンスをお伝えするということになっていますので、えっと、詳細な部分に関してはですね、投稿台のホームページ及び募集要項の方をですね、よく読んでいただければと思います。まずですね、この地球生命コースというのはですね、複合コースとなっておりまして、えー、こちら下の部分に上げる3つの、えっと、計 から出願一つ目はですね理学院地球惑星科学系我々 EPS と略していますが EPS の系から出願するかもしくは生命理工学院生命理工学系 LST かから出願するかもしくは物質理工学院応用科学系 CSE から出願するかこの3つのどどれかから皆様は出願するということになっています。はい、えー、地球生命コースを履修するには履修するにはってつまり地球生命コースを、えー、に合格するためにはということについてまずはえっと説明していこうと思います。 今回、この募集でですね、地球生命コースに関しましては、えっと、5名程度の学生を、えっと、募集しております。試験日程に関しましては、えっと、7月の12日、もしくは7月17日に行おうと、えー、予定しております。こちら、どちらかに決まりますで。日程や時間に関しては、えっと、出願のあった えー、学生に対して個別に連絡を、えー、とこちらから差し上げますと。でこの、えー、と選抜の方法に関しましては、えー、個別にですね英語で面談をします。我々エル LC の、えー、と地球生命研究所の教員に対して、まあ、1名ずつですね、えー、おそらくオンラインの面談になるかと思いますが、えー、大体英語でですね45分程度の面談をしますと。 でここではですね、えっと、学生の思考力だったり学力英語力などを問うことになるかと思いますで注意点下にたくさんあるんですけれども、えっと、非常に重要なので一つずつ説明していきたいと思いますえ先ほども申し上げたんですけれども、えっと、地球生命コースは複合コースになっていますですので、えっと、いくつかの K からですねえ皆様が1個選択して出願することになります 1>, で1つ目が、えっと、理学院の地球惑星科学系で2つ目が、えっと、生命理工学院生命理工学系で3つ目は物質理工学院応用科学系になっていますで、えっと、適当にですね系を選ぶのではなくてそれぞれ、えっと、担当の教員がいます、えっと、例えば私源田はですねこちらの理学院地球惑星科学系に所属していますので私を指導教員 として出願する場合は必然的にえっと理学院地球惑星科学系から出願することになります。ですので皆さんえっと受け入れ教員をえっと決めた段階でどの系から出願するかということがと決まってくるか決まってくるということになります。 で願書の受付期間に関しては6月の6日から6月の12日の間になっておりますのでしっかりと準備をして提出してください。で注意点2としましては皆様出願の時にです、ね、死亡理由書というものを書くんですけれどもその死亡理由書の中にです、ね、地球生命コースを死亡しているということをです、ね、必ず書いてください。 それから、希望する指導教員名もえっとその志望理由書の方に変えてください。 この地球生命コースを死亡しているということを書かないとですね地球生命コースの方の受験にならなくてですね、えー、っと例えばこれ3つそれぞれ K があるんですけれどもそれぞれ、えー、あの独自のコースがありまして例えば地球惑星科学コースっていうのもあるんですねそっちの方が第一志望になってしまいますので必ず死亡理由書にですね地球生命コースを死亡しているということをあの明記してください。 出願後、ですね A 日程、B 日程のいずれかを、えー、受験する旨の連絡がありますとで A 日程、B 日程に関してはでちょっと説明しますで詳細はやはり東工大,大学院の募集要項に記載がありますので、えー、必ずえっと熟読していただければと思いますで注意点3つ目はですね、えー、出願前に希望する指導教員とよく話し合っておいてくださいと。 で何も話し合わないで,です、ね、たまに出願する学生がいるんですけれどもそうするとあの、なかなかこの45分の面談で,です、ねえー、困っちゃうことになってしまいますのでしっかりとです、ね、出願前に前もって、えー、指導教員希望する指導教員にです、ね、メールでコンタクトを取って、まあ、Zoom だったり対面でよく、えー、と相談をして、えー、備えてくださいということです。 で注意点4つ目に関しましては、えっと、出願にはですね、外部英語テストのスコアシートの提出が必須になっています。で、これはあの別に地球生命コースだけに限らず、東高大のですね、大学院受験に、この英語のテストのスコアシートを出す必要があります。TOIC、まあ、だったり、TOFL だったり、えっと、ど,どういう、えっと、外部英語テストが有効かっていうのは募集要項に記載されていますので、 これは必須ですので前もって、まあ、多くの方はもうすでに受けてあのスコアを持っていると思うんですけれども必ず出願時に提出してくださいはいここからはですね、えー、3つの計各それぞれですね、えー、選考の仕方たが、えー、と微妙に違いますので一個一個桂に関して、えー、と説明していきたいと思います まずは地球惑星科学系に皆様が出願した場合どういうふうになるかといいますとまず A 日程の受験資格というのを得てですね7月12日もしくは17日に口述試験を英語でだいたい45分ぐらい行いますでこの A 日程で受験して口述試験を行った結果皆様には2つの可能性があります1つ目はですね地球生命コース 1化つまり地球生命コース合格ということですね一つ目はでこ,れだこれは皆さんあのもちろん希望すると思うんですけれども、まあ、残念ながら、えっと、地球生命コース履修不可つまり不合格となってしまう場合もありますとでこの場合どういう今後どうなるかっていうとですねえっとこの B 日程に進んでもらうことになります A 日程ではあの不合格だったんですけど B 日程に、えっと、行くことになります A 日程不合格、もしくは A 日程の受験資格を得られなかった場合、B 日程の受験をしていただくことになります。B 日程はですね、筆記試験、ペーパーテストですね、それから口頭諮問。こちら日本語で行われるんですけれども、この2つを受けてもらいます。でその結果、2つの可能性が皆様にあるということになります。1つはですね、えー、と地球惑星科学コース合格ということですね。B 日程で合格。 で、もう一つの可能性としては、地球惑星科学コース、履修不可、つまり不合格ということですね。B 日程で不合格。ということで、えっと、地球生命コースに、えっと、地球惑星科学系から入る場合はですね、A 日程で合格する必要があるんですねで。A 日程で合格できなかった場合っていうのは、自動的に皆さん B 日程に進んでもらって、えっと、ペーパーテストと日本語での面接を受けて、その結果、 えと地球惑星科学コース合格もしくは、えー、不合格ということになりますと図で表すとですね、えー、フローチャートフローで表すとこんな感じになります左側からですね地球生命コース種、えー、担当教員も第一志望で出願して地球惑星科学系にで出願するとですねまずあの A 日程の方に行く行きます まああのその出願の書類によってはですね B 日程に行ってしまうこともあるんですけれどもまあ仮に A 日程に行った場合ですね A 日程に行った場合は地球生命コース選考会としてですね地球惑星科学系講述試験というのを45分間英語で行ってもらいますでその結果地球生命コース合格もしくは不合格ですねで合格した人はここでおしまいということになります地球生命コースを第一志望としている場合ですね で不合格だった方は B 日程に進んでもらってペーパーテストですね筆記試験と、えっと、日本語の口述試験をして地球惑星科学コース、えっと、合格もしくは、えー、不合格こんな感じの流れになりますえ続きまして生命理工学系で出願した場合に関しての説明をしたいと思います。まずは A 日程の実験資格というのを得ますと。 もちろん得られない場合もあるんですけれども、えっと、受験資格 A 日程の受験資格を得られた人はですね7月12日もしくは17日に、えっと、英語の面談を約45分間行いますでその後もしくはこの12日か17日の、えっと、日にもよるんですけど前後してしまうんですけども7月の16日にですね生命理工学系の講述試験というのを、えー、日本語で受験してもらいます この部分はですね、先ほどの地球惑星科学系と違うところです。生命理工学系の場合は、えっと、英語での面談と、それから日本語での講述試験、これ2回受けてもらいます。で、その結果、えっと、3つの可能性が出てきます。これも先ほどの地球惑星科学系,系とちょっと異なるところなんですけれども、3つ出てきます。1つ目は、えっと、地球生命コース合格ということですね。A 日程で地球生命コース合格ということになります。 2つ目の結果はですね、地球生命コースは履修不可だった。しかし、えー、生命理工学コースの方に、えー、履修か、合格だったということですねで。これは A 日程で合格したことになって、えー、皆様、えーと、生命理工学コース合格ということになります。3つ目はですね、えー、地球生命コースも生命理工学コースも、いずれも、えー、履修不可。 不合合格だった場合ですねこの場合は A 日程に関しては完全に不合格になってしまいまして B 日程の方に自動的に回ってもらうことになります。ということで、えっと、まず A 日程不合格だった方もしくは A 日程の受験資格を得られなかった場合っていうのは、えっと、B 日程を受験することになります。でこの B 日程に関してはですね先ほどの地球惑星科学系と一緒でして筆頭試験と 口頭諮問というのがありますこちらまた新たに2つ受けてもらってその結果2つの可能性が出てくるということですねで、1つは生命理工学コース合格ですねでもう1つは生命理工学コース不合格になりますということでえっと地球生命コース合格するためには A 日程を受験して A 日程の受験資格を得て A 日程を受験して地球生命コースを合格する必要がありまして B 日程から地球生命コースに入るということはできませんフローチャートにするとです、ね、こんな感じになりますで英語の選考会の日程が2つありますでそれどっちになるかによって、えっと、この 面接ですねが前後するんですけれどもこちらのフローチャートではですねえっとそうするとまず地球生命コースを主担当教員を第一志望で出願した場合えっと A 日程の受験資格を得られる場合もあるし得られない場合もあると得られない場合は B 日程に進んでいる 進むことになります、A、日程の受験資格を得られた場合は、A、日程に進んで、えー、まずは、えっと、英語にて、えー、地球生命コース選考会45分程度の、えっと、面談を行いますでその後、えっと生命理工学系の口述試験こちらは日本語になるんですけれどもこちらの面接を受けてもらうことになりますでこの2つは、えっと、前後する可能性がありますと。 でその結果3つのえっと可能性が出てくるわけですね A 日程の場合はで1つは地球生命コース合格で2つ目はえっと生命理工学コース合格で3つ目は A 日程でまあどちらも不合格になっちゃった場合ですねでこの不合格になっちゃった場合は B 日程の方に進んでえっとペーパーテストとそれから面接を受けて生命理工学コース履修化 もしくは不合格ととといいうう形になりますということですこで3つ目の応用科学系で皆さんが出願した場合どうなるかでこちらはですね生命理工学系と非常に似ていますとまずは A 日程受験資格を得て7月12日もしくは17日に英語で45分の面談を行うと。 それに加えて7月13日にですね応用科学系の日本語での講述試験というのを皆さん、えー、受けてもらうことになりますでその結果、えー、3つの可能性が出てきますで1つ目は地球生命コース履修化ですねで2つ目は地球生命コースの方は履修不可になってしまったんですが応用科学コースの方が合格して履修化ですねでこちら A 日程で合格になるんですけれども 応用科学コースの方に行くことができますで3つ目の可能性は、両方ともですね、履修不可になった場合ですねで。この場合は先ほどと同様にですね、B 日程に自動的に進むということになりますで。B 日程の受験の方はですね、A 日程不合格だった方、もしくは A 日程の受験資格を得られなかった場合になるんですけれども、この場合 B 日程で新たにですね、筆頭試験と口頭試験を日本語で受けてもらうと。 でその結果、こちらも2つの可能性があって、応用科学コース合格と応用科学コース不合格ということになります。でフローチャートで表すとこんな感じになります。でこちらもですね、英語での選考会の日程が、まあ、2つ、どちらかになるかによってですね、応用科学系の高等試験と前後が入れ替わる可能性があります。でこちらの画面に表,表しているフローチャートは、 英語の選考会が7月12日だった場合ですね。12日だった場合、こんな感じになります。まずは地球生命コース主担当教員を第一志望で出願すると。で、その結果、A 日程の受験資格を得られた場合と、得られなかった場合で2つに分かれます。A 日程の受験資格を得られた場合は、英語での選考会45分。 とそれから応用科学系の口述試験日本語を2つ受けてもらいますで3つの可能性ですね地球生命コース合格もしくは、えー、地球生命コースは不合格になっちゃったんだけど応用科学コース合格もしくは2つとも不合格2つとも不合格になった場合は B 日程に進んでもらってコ、えーえーとペーパーテストとそれから 面接を行って応用化学コース履修科もしくは不合格になるわけですね非常に複雑なんですね非常に複雑なので、えっと、しっかりとですね募集要項を読んでもらうとで疑,問疑問を持った場合はですね、えっと、希望する指導教員に、えっと、問い合わせをしてくださいそれからあの今度オンライン説明会入試説明会をしますので、えっと、今回聞いてですねよく分からなかったと ここの部分もうちょっと聞きたいっていうことがあったらぜひぜひ、えっと、事前参加申し込みをしてもらって質疑応答の時に皆様の疑問を我々にぶつけてください。ということで今回この動画に関しては、えっと、所長の挨拶から入試説明までしてきました。ということで、えっとまあ、大体1時間ぐらい。 説明させていただきましたけれども、もしよかったらですね、何回も宣伝になってしまうんですが、オンライン入試説明会の方に参加してですね、質疑応答してもらって、それから、えーえー、まあ、教員とですね、ズ、えームのブレイクアウトルームを使っていろいろ相談していただければと思います。えー、皆様本日はお疲れ様でした。